はい、皆さんこんにちは、しんです。今日は中国のソーシャルメディアウイボーに iPhone 14シリーズ4モデルのこちらケースに続き金属製のモックアップのこちら画像が投稿されております。こちらは左から 6.7 インチモデル iPhone 14 MAX、 6.7 インチモデルの iPhone 14 Pro MAX、 6.1 インチモデル iPhone 14 Pro、 6.1 インチモデルの iPhone 14が並んでおります。こちらの金属製モックアップ、こちらの画像でも、特に目立っているのがプロシリーズのリアカメラの部分となっております。iPhone 13 よりもやはりかなり出っ張って、大きくなっているのがわかります。個人的にはこれだけ出っ張っていると、ちょっと嫌な感じがします。続きましては iPhone 14、こちらもまたライトニング継続という、秘宝的、リーク情報も入ってきております。そしてこちらの iPhone 14 Pro シリーズのみかもしれませんが、新しいライトニングケーブル USB の 3.0 相当になる速度が出る新しいライトニングケーブルを今開発中だとリーク情報出てきております。はい、続きましてはマイドライバーズ、こちらリーク情報なんですけども、 iPhone 14 Pro シリーズ、こちらはプロシリーズのみ 35W の高速充電に対応する可能性があるとマイドライバーズが伝えております。マイドライバーズによりますと iPhone 14 Pro シリーズ、こちらは最近報告されています Apple の新型 35W デュアル USB-C の電源アダプターに対応しており、場合によっては 35W を上回る高速の充電が利用できる可能性があるとマイドライバーズが予想しております。この予想が当たればかなり 35W なので早く充電ができるのでとってもいいと思います。はい、それでは本日の iPhone 14シリーズのリーク情報でした。またこちら情報入りましたらこのチャンネルでお伝えしたいと思います。では皆さん、また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。Falling deeper, cold nights 너무 싫어. 기다리기에는 너무 길어. 저 떠날 사람이시고 기대만 하는 것도 난.